とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強ビルドランキング、やっていきたいと思います。アップデートで環境が少し変わってきましたね。今日は、使えるビルド、第5位から1位まで発表していきます。それでは早速、行ってみましょう。このランキングには、個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは最強ビルドランキング第5位からいきますね。第5位は影の突撃ビルドですね。影突ビルドです。評価としましては、雑魚戦での強さ3、ボス戦での強さ5、使いやすさ3ですね。俺も時々使うんだけども、とにかくボス戦での強さがすごいですね。影化してるので、まずダメージは受けませんし、3倍ダメージで攻撃ができるので、まあ、ダメージを食らわずに圧倒することができます。で、雑魚戦でも強いんですよ。雑魚戦でも結構強いんだけども、高速周回には向いてません。これを使ってクリアすると、時間はね、かなりかかっちゃいます。でも安全にいけるので、どうしてもクリアしたい場所とかがあるときに使うといいのではないでしょうか。近接でもいいし、影カバンっていう選択肢もありますので、まあ自分の装備に合わせて、まあその時の気分に合わせて使っていってはどうでしょうか。編成難易度も意外と低いので、誰でもやりやすいと思います。第5位は影突ビルドです。それでは最強ビルドランキング第4位いきましょう。第4位はパワーレイピアビルドですね。レイピアは弱いものと思ってた自分が恥ずかしい。めちゃくちゃ強かったですね。評価としましては、雑魚戦での強さ4、ボス戦での強さ4、使いやすさ3となってます。雑魚戦、ボス戦ともに使っていくことができますし、近接の弱点、トゲですね。トゲを克服できてる武器は、これぐらいではないのでしょうか。あとね、ポーションバリアの継続は、ちょっと難しいので、耐久力に不安がある。それがちょっと弱点かなって思います。なぜかっていうと、これ、パワーシェイカーで攻撃をするので、リフレッシュやガードストライク、そういうのが、発動しません。なので、エンチャントがね、結構選ぶんですよね。おすすめなのは、重力、弱体化、輝き。この3つですね。この3つは、絶対欲しいところですけども、厳選しようとすると、なかなか難しいところではありますね。でも、かなり強いやつなので、ぜひ使ってみてください。第4位は、パワーレイピアビルドですね。続いて最強ビルドランキング第3位です。第3位は、カバンビルドですね。評価としましては、雑魚戦での強さ4、ボス戦での強さ4、使いやすさ3ですね。このビルド、誰でも使いやすいと思いますし、編成難易度が低めっていうのもいいですよね。とりあえず、弓にクールダウン編成がついて、防具にクールダウン、そして武器に流れ込む魂。まあ、これさえ揃ってれば、とりあえず使っていけますので、まあ、揃えやすいのではないでしょうか。この前のね、アップデートで、範囲は狭くなってまして、前よりは使いにくいんだけども、まだまだ現役で使っていくことができると思います。まあ、最初のうち困ったらば、まずはカバンビルド作ってみるといいと思いますよ。第3位はカバンビルドですね。それでは最強ビルドランキング第2位に行きましょう。第2位は無敵バブルビルドですね。このビルド、とにかく雑魚戦に強い。もう雑魚戦では最強と言っていいほど強いビルドになってます。ただし、変更の敵が出てきた時だけは違いまして、変更が出てきたら、すごく弱いです。ものすごい弱点になります。
そしてボスでも、あんまり活躍することはできません。ボスはワンパンすることができないのでいまいちですね。ただし雑魚が一緒に出てくるボスに関してはワンパンできるので、そういう時は使いますけども、基本ボスでは使わないと思います。そしてこのバブルビルド、一番の問題が重くなることですね。これね、かなり重くなりますので、ソロ専用として、使っていくといいと思います。マルチだととにかく重くなるのであんまりおすすめしないんですよね。そして落ちやすい、マルチでは特に落ちやすいし、ソロで使ってても落ちることがありますので、結構機種に機械にね負担がかかってるんだなーっていう風に思います。はい、まあまあそれを含めても全然使っていけますので、第2位ですね、無敵バブルビルドです。それでは最強ビルドランキング第1位いきましょう。第1位は無限ポーションバリアビルドですね。評価としましては、雑魚戦での強さ4、ボス戦での強さ4、使いやすさ4となってます。雑魚戦ボス戦ともに使いやすいビルドとなってますけども、ポーションバリア、これをね継続させるっていうのが結構難しいです。慣れがねかなり必要になってきますね。初心者用というよりはどちらかというと上級者向けの装備となってます。でも編成難易度は低めです。ポーションバリアとクールダウン、これが入ってる防具であればとりあえずいけますけども、選ぶとするならば勇者のアーマーでしょうね。クールダウンマイナス 40% が入ってるので、まあこれにつけてると間違いないと思います。でマルチで使うとさらにちょっと難しくなるんですよ。マルチだと敵の数が決まってて、それをね 3,4 人で、倒してしまうので、自分に雑魚敵が回ってこない時があります。そういう時が、切れますので、戦い方には慣れが必要ですね。でも慣れてしまえばものすごく強いやつなので超おすすめです。第1位は無限ポーションバリアビルドです。はい、ということで今日は最強ビルドランキングでした。他にもねこんなビルド使えるんじゃないっていうのがあれば教えてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。